広島ドラゴンクライズ10番の上田俊です。いやー広いですよね。広いです。お好み焼きは1回食べて、あとは全然広島らしいものは食べてないです。いやとても明るくてバスケに一生懸命取り組めるチームだと思います。体験行ってハンドリングが楽しかったからです。引っ越し、トシって呼んでください。うどん、寝起きの良さ、最近テンション上がったこと、あ、マカロニ鉛筆のライブ行きました、それに行けたこと、なし、はい、ない、メロン、あ、マカロニ鉛筆好きです、ボム、チョコ、タイガー、手つないで焼け、生まれた時、これから楽しそう。富山の時からトシで呼ばれてたんで、トシで呼んでください。それ以外のタイプ、でも自分の目標とか夢を持ってる人は好きです。かっこよくて、はい、とかやっぱりすべきです。されたこと、したこと、夜景デートどこがあるんですかね。なんかそのテーマパークとかはいいんですけど、年なんで時間ぐらい多分ガラつけるので、この後に夜景行きます。どこがいいか教えてください。はい、まだ2年目なので、その若さを生かしてアグレッシブに戦うので、そして優勝を目指して頑張るので、よろしくお願いします。YouTube のコメント、高評価、その他 SNS のフォローもよろしくお願いします。